アシスタントの最初らへんは僕大石さんにアシスタントつくのビビってたんですよ。そうだったっけ。そうですよ、ビビってて、なんか大石さんのお客さんって本当に上品なお客さんもいて怖かったっすね、お客さんも大石さんも。そうだったっけ。はい、でなんか同期の子にアキラ入ってるアキラ入ってるみたいな感じ言ってたんですけど、なんか途中からいや、そこに逃げてたらダメだわ。ああ偉いね。でも毎日のように大石さんにだって毎日、俺もう毎日ついてたイメージしかなかったけど最初そうだね。最初そうでした、最初そうでした。ですね、自分のブランディングは美容師はずっと続けていきたいとは思ってるんで、なんかそこの美容師をやりつつ、なんか経営者として一つ何か経営者としてのブランディングはしていきたいなとはめちゃくちゃ思ってますね。なんか今考えてるのはこれもでもめちゃくちゃありますけど、やっぱ働いてくれてるスタッフがうちの会社で死ぬまでこの会社にこう働けるとか、幸せになれるとか、なんかそういうのはすごいやっていきたいなと思ってるんで。みんな思ってますし。それは実現したいですね。でもこれ多分ね、よく聞くんですけど、でも多分あんまりできてるサロンって少ないと思いますし、それが今の美容室の現実だと思うので、でし、まあ絶対辞めるよっていうのは絶対聞きますけど、そういうのをやっていきたいとは思ってますね。自分のブランディング、なんかあんまり今こう美容師としてこう技術でこうバーンってやりますせーみたいなのはいい意味であんまりないですね。それよりかやっぱスタッフのこととかお店のこととか、なんかそういうのをすごい考えていきたいですね。これそっちを考えた方が今はちょっと楽しいですね。僕が前に出てここのサロンの代表誰だ、大石刑事がいいっす。大石さんがその美容師として出ていくじゃなくて経営者としてって感じの考えになんか僕も賛同したいというか、なんか自分としてもなんかまだ経営者としてやって、まあ、今後はやっていくつもりなんですけど、でもなんかそこより今はとりあえず買おうっていう前に出て、うん、ここの代表って誰だみたいな。イサナに思うことはもう全幅の信頼を置いてるんですよ、イサナに。もうめちゃくちゃ信頼してて、だからなんか簡潔に言うともう自由にやってほしいですね。で自分の考えてることとかこうしていきたいっていうのは間違いないと思ってるんで、それぐらい信頼してるんですよ。イサナがこうしていきたいんだったらいいんじゃないみたいな、それが答えだよ、ね。なんかそれぐらいの感じで思ってるんで。お願いします。いやもうパパです。パパっすね、本当に。僕の人生の中で出会ったことない人かもしれないですよ。いやでも本当に大げさに言ってとかで、それはすごい。いい意味で何考えてるか分かんないですよ。でも結構僕も何考えてるか分かんないって言われるんですけど、なんかその何考えてるか分かんないことが結構分かっちゃうんですよね。はい。でみんなが読めないこと結構気づけたりするというか、なんか大石さんあれはこう思ってましたよねみたいな、何でも話せるし何でも話聞いてくれるし何でも話してくれるんで、相思相愛ですね、うん、分かり合えるよね。そうっすよ、分かり合える。まず、お客様が、来てくれるとか、お客様に好きになってもらいたいとかっていう前に、初めて来てくださったお客様をもう僕から好きになりに行く、私から好きになりに行くっていうのが一番大事。初めてお客様を担当した時は全然もうどうしたらいいんだろうみたいな。自分が大切にしてるとお客様も自分のことを大切にしてくれて、やっぱリピートしてくださる方が増えて、何か挑戦するきっかけみたいなのを作れるような美容師になりたいなと。なんか自分にとってはすごかったですけど、周りにとっては多分理解されないというか、そんなの変えるだけやん。どうじゃあ有名になっていきます？まずは最初はその有名な人を徹底的にパクって、なんか美容師やったら美容師じゃないとダメとかっていうのもないし、別にジャンルにこだわらずにやってほしくて、自分が頑張れば自分次第でどうにでもなれるなっていうマインドに変えて、例えば有名な店舗に受けに行って落ちたけど違う美容室入って這い上がって同じ仕事するっていうの素敵じゃない？素敵。あ、じゃあちょっと大
石さん、いいっすか、大先輩から、うん、なんかオーラがすごい方とかに出会った時ってどうしてるんかなって、うん、ああ、こう目上の人でも、例えば美容学生さん来てくれたとしても、もうめっちゃ下から、そうっすよね、もう下から下からバイトのお客様とかでもなくて、なんか全員がこう思いを持ってきて、で結構勘違いしてる美容師さんが多いことが一つあって、お客様をとりあえず終わらせないといけない、アップ早くしないといけない、シャンプー早くしないといけないとかで忘れがちなんですけど、絶対忘れてほしくないことは、僕たちからしたら今日一日のお客様かもしれないですけど、お客様からしたら美容師はたった一人なんで、はい、逆に何か質問とかありますか、逆にこれからの目標とか今後の夢とかこうしていきたいみたいな、2人で代表やっていきたいなって思ってます。それが第99年の最強の美容師になろうかなって。あ、人生において挫折した経験って、おお、親と、まあ、喧嘩して家出して一人で生きていくってなって、でも今はもう親とめちゃくちゃ仲いいんですけど、高校2年の時にバイトしてとりあえず家賃払って光熱費払って専門学校も一人で学費払って家賃払ってみたいなっていう、なんかもうがむしゃらにやってた時に、美容学校入って、その美容学校の課長主任みたいな人がいるんですけど、なんかその頑張りよというかをなんか否定された時が一番挫折しました。こんなこと言ったらあかんか、ダメですか挫折して、でもなんか自分の意思を殺さずに這い上がったというか、だからでもそれも美容室とつなげると、美容師になった瞬間1年目のアシスタントって多分めちゃくちゃ大変だなとかっていう想像があると思うんですけど、それって大変ってなんかまあ一番下なんで大変だとは思うんですけど、それってなんか自分自身もやったんですけど、逆にポジティブに考えれば、あ、これさえ終われば最強になれるんかみたいな、このアシスタントさえ終わったら俺トップなれるわぐらいの感覚でやってたんで、なんか挫折っていう挫折はないんですけど、なんか全てをポジティブに考えてきたというか、だってアシスタント終わったらもう再生って考えたら、美容人生30年やったらたったの2年3年の話なんで、そっからはもう最強最強やん最強なんで、だから挫折はあんまないと、挫折はないです。なんか挫折を挫折にしないことが自分のあれかな挫折を挫折にしない、だから失敗を失敗にしないみたいな感じと一緒かな。ありがとうございます。あの得意というか、まあ、最初はもう本当にこうゆるりとした、ね、会話から始まったんですけど、もう本当にあの美容学生みんな の心を掴んで、素晴らしいね、このマインドを持ってるんで、なんかそれに対してこうみんながすごい共感してくれて、なんかこう本当にクラス全体が一つになったなと、思いました。本当に素晴らしい、会でした。ありがとうございます。セットめちゃくちゃうまいと思うんですけど、今日見せてもらうことできますか。おー、もちろん。逆に見たい、見たい絶対嘘なんか逆に誰かセットするとかでもいいよかったら。なんか僕的にあの金髪のセンター分けの子を、やったー、だだだ、インスタだろ、インスタだろ、他のインスタだろ、これもあるんだろ、危ない、女子がいるじゃん。女の子しますしない、うん、1年の時はもうみんなもうすっぴんすらも見せないみたいなそんな感じで、2年になったらもうすっぴんでおはようございますみたいなマジ最初だけ、最初だけどうでしょうか。どうでしょうか。あ、まず今はまあ釣りとってなんでマスクって、マスクがでもなんか
手応えですかね。でもみんないい子っすね、やっぱり、はい、めちゃくちゃいい子で、なんかみんな熱心に聞いてくれるし、なんかそれこそ僕が今美容業界入って2年目とかなんですけど、多分この子たちが入る頃にはもっとなんかすごい美容業界になってるかなっていうのは結構感じましたね、はい、結構思ってたより真面目になっちゃったもっと上みたいなやろうかなと思ったんですけどなんか自分が美容学生だった時の考え方よりなんか逆に真面目だなって思いました。結構なんか僕結構もう全員ぶっ潰してやるぐらいの勢いの不真面目な考えだったんで、なんかみんな真面目にこうなんか這い上がるというか成長していこうと感じてるなって。僕自身も美容学生みたいな感じですえ、ずるいずるいずるい、ちょっと難しい、もっといい、いやーめっちゃいい匂いする3、2、1、はい、なんか何も気にすることなくそのままの状態で美容師として業界に入ってきてくれたらめちゃくちゃいいなと、一人一人多分目標とか夢ってあるから絶対それをあの諦めずにというかもうずっと持ち続けてといい美容師になってください。はい、おい、ありがとうございました。ありがとうございました。